長野柿沢大樹選手です。二着一着と来てますが、ご自身ではどう見てますか？そうですね、まあ状態はまずまずかなと思います。近況優勝もありますが、そのあたりは、うん？そうですね、まあなんとか優勝もありますし準優勝もありますし、まあ明日も優勝になってきたらいいですね。対戦相手の印象はいかがでしょう？もう二人とも強いんで、あの油断せずにいきたいなと思います。決勝戦の戦い方改めて教えてください。 もういつも通り、あの自分のレースをできればと思います。では、最後はファンの皆様にメッセージをお願いします。優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。